にちは、いっちーです。なるです。秋のシーズンって文化祭だったり、体育祭だったり、学園祭だったり、ほんとなんかイベントごとが多いよね。そうだね。ということで今回は動きやすくて男子受けもいいかもっていうヘアアレンジを2人で紹介したいと思います。それではやってみましょう。今から紹介するヘアアレンジは、編み込みができない人でも編み込み風に見えるヘアアレンジを教えたいと思います。ショートのヘアアレンジに必要なものは、絡まないゴム、ヘアピン、クリームワックス以上です。まず手にヘアワックスを塗ります。人差し指にピタッと塗るぐらいに手のひらに広げます。髪の毛になじませます。こうすることによってすごくツヤツヤの三つ編みが作れます。なじませたら髪の毛の上の部分だけを指で取ります。この時に下の毛はちゃんと残しておいてください。ここで髪の毛を3つに分けて普通の三つ編みをします。この時にポイントなのが、こうまっすぐ三つ編みを作ろうとするんじゃなくて、なるべく後ろの方に腕を持っていって毛の流れに沿うように作っていきます。上の部分はなるべくきつめに編んでいって、だん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 気持ち緩くしていくようにします。一番上がキュッてなってるとてっぺんが綺麗に見えます。え、慣れてるね、早い。そうしたらここの残しておいた下の毛を全部耳にかけます。三つ編みを後ろに持っていって結ぶんですが、この時に後ろのここの毛の下の部分、この辺りの部分の髪の毛を一緒に結びます。ちょうど耳の下あたりで結べるようにします。こんな感じでしっかり結べました。ここでヘアピンを留めるのですが、ヘアピンを留めるときに結んだゴムとヘアピンをこう通してそのまま上に差し込みます。こうすると取りにくくなります。後ろの他の髪の毛を隠すように下ろして髪の毛を整えたら完成です。私は編み込みがよく見えるようにねじり鉢巻きがいいかな。ねじって、体育祭の場合はこうやって鉢巻きを巻いて完成です。すっきりしてていいね、うん、走りやすいし下向いても落ちてこないし、このアレンジ一つ覚えれば編み込みができなくても両サイドに三つ編みをしたり、ハーフアップに三つ編みを混ぜたりしていろいろ応用が効くので、みんなもぜひチャレンジしてみてください。続いて私が紹介するのは、ロングの子もミディアムの子もできるツインテールのヘアアレンジを教えたいと思います。用意するものはこちら、太いヘアゴム2つ、絡まないヘアゴム2つ以上です。まず最初にツインテールなので髪を2つに分けます。私は結構こうやって手ぐしでやってしまうんですけど、コームなどで分けるのもいいと思います。最近なんかルーズなのが流行りだよね。ちょっとズボラ女子にはね、いい時代が来ましたねこんな感じで分けます。それではまず左側の髪からやっていきます。ハーフアップをする時の要領で、耳の上側の部分、そして頭の半分ぐらいの高さ、ここがこう一点に集まるように上側の部分だけ取ります。このぐらいですね。下側の部分は残しておいてください。そうしたらこの上側の部分をこの絡まないゴム、細いゴムで結びます。ちょっと緩めで大丈夫です。このように結びます。ゴムの上の部分に空間を作ります。真ん中ですね、真ん中にこんな空間を作ります。そうしたら外側から内に入るようにくるりんぱします。外から内です。ここ間違えないようにしてください。そうしたらキュッと広がりが収まるようにキュッと結びます。こんな感じです。続いて太いゴムを使います。この太いゴムでさっき残しておいた髪も全部含めて全体を結んでいきます。その時に気をつけてほしいのが、耳の後ろ側でちょっと高めに結ぶこと。このくらいですね。少し高めで結ぶことによってここに空間ができるので、ここに鉢巻きを通すことが後でできます。さっきと同じ要領で上側半分を持ってきます。最後に結ぶ位置を決めて完成形を考えながらやっていきましょう。そしたらまたここに空間を作ります。そして外から内へくるりんぱ、ギュッ
ギュギュッと。そしたらまた同じようにさっきの反対側の場所に太いゴムで結びます。少し高めっていうのを忘れずにやってください。ちょっとね、高めが恥ずかしいっていう人もいると思うんですけど、運動会や文化祭のイベントごとはね、もうね、お祭りなので、ちょっと気合い入れていきましょう。よし、これで鏡を見ながら高さをね、両方合わせます。耳の後ろあたりですね、ここに揃えたら完成です。これ楽ちんなんです。楽ちんなのに、こうやってくるりんぱをすることによって、ちょっとね、手間がかかってるように見えるっていうのがね、これのいいところだなって。私は巻いてから始めたんですけど、多分ね、高速で巻いちゃダメとかね、そういう人もいると思うので、ストレートでもこれは可愛くできると思います。みんなも試してみてね。この髪型の鉢巻きの付け方は、まあね、普通にオーソドックスな付け方なんですが、この2つ結びをね、上に上げたので、ここの隙間に鉢巻きを通すことができます。そしてこの2つ結びの下に通して結びます。こんな感じでつけることができます。ここがね、ストッパーになって止めることができるので、ほどける心配がほとんどないです。飛んだりも走ったりもオール OK です。いや、結構可愛くできたね。なんかナルの方はいつもと違う自分が見せられるって感じで、ちょっとかっこよさがあるね。いつもすごいキュートにできてて、なんかラブリーな感じに仕上がってね。おー、嬉しい。結構簡単にできるので、みんなもぜひ真似してみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。